なかなか悪くない場所だ。来い、来てこれを見ろ。調べによれば、この輸送機関は今井の町を抜けて中山道まで入ったらしい。地方の漁師だけの仕業ではなさそうだな。黒幕の見当は？そう単純じゃないらしい。ここら一帯を治めているのは矢部大名だ。戦が終わってからは上様への忠誠心はほとんど見せていない強力な大名だ。影様かもしれんな。今井の町へ向かった方がいいか。この時期はあの辺りは寒いはずだ。この件は拙者が片付ける。雪殿に話があると伝えてくれ。その必要はない。もう扉の前にいるよ。本当か？何も聞いてないよ。絶対。落ち着いて、雪殿。隼人殿、外の男に話してくれ。彼が最初の賃金を払ってくれる。じゃあまたな。どこに行ったの？一緒に行っちゃダメ。拙者と一緒に来てほしい、雪殿。君の専門技術がこの任務には不可欠なんだ。どんな任務？ちょっとした盗みだ。うまくやってのけたら我々の部隊に歓迎しよう。そして隼人殿が君を教えるように掛け合ってやろう。本当かい？それなら私の実力を見せてあげるよ、お侍さん。そうしてくれ。では計画を教えよう。兵士たち、ここの人たちじゃないね。同感だ。あれは城下町の警備団の奴らに違いない。さあ、ここに来た目的は覚えているか？ここの地区役所に侵入して重要人物を見つけて、その人から書類を盗む。よくできた。この任務を成功させるには君にはスリとして働いてもらわないといけなくなるかもしれん。あとこれを持っていくがよい。隼人殿に君のために作らせたんだ。これは鍵縄。ありがとう、お侍様。さあ始めようぞ。役所はこのすぐ先だ。大通りは避けた方がよかろう。君には見張りをしてもらいたい。屋根の上を歩いてくれ。拙者はその下をついていく。何か問題があれば事前に拙者に知らせることができるからな。はい、お侍様。完了したら酒の醸造所で落ち合おう。さあ始めよう。来られる前に見つけないと。すぐによ、バカ。そう、静かにね。足跡。静かにね、反逆者たち。矢のようにあなたを狙う。ネズミの歯。滑るわ。ちゃんと動くわね。
鳥の雲の巣に足を踏み入れるってね。ゆっくりと。小刀さん、起きてよ。うまくいったわ。もらうわね。簡単ね。楽しいわね。こそこそと。我ながら上出来。足が冷たい。抜き足。なんだ、見ない足跡だな。やめて。小刀さん、待て。誰か、今行くわ。簡単ね。抜き足。こうじゃなくて、ジャンプして登るの。静かにね。蛇みたいに巻いてるわ。素敵なメロディー。楽しいわね。動き続けて、体を温めないと。誰か隠れているのか。今行くわ。の足跡だ。すごく。こそこそと。早く動くのよ。そう、静かにね。道があったと思うけど、どこだっけ。できるわよ。鳥の声。足が冷たい。ゆっくりと。あれはなんだ。うん、ネズミの歯。さっと。静かにして。我ながら上出来。さし足。見失うなんてバカバカバカ。近道があるよ。滑るわ。メロディー、行くわよ。素敵なメロディー。ワナさん、起きてね。鳥の声。今の聞こえたぞ。キツネが狩り中よ。バッチリな罠ね。他の者に知らせろ。誰もいらないんでしょう。届かないな。
小刀さん。お前こそこそと。動き続けて体を温めないと。はっ、簡単しようなんてバカバカバカ。静かにして。できるわよ。多分こっちかな。お願いだからこの道にいて。馬車に荷物が乗ったら市場へ向かってくれ。はい、わかりました。近道があるよ。見なよ、抜き足。酒が届けられぬぞ。妙な音だ。今行くわ。静かにね。こうじゃなくてジャンプして登るの。キツネが狩り中よ。お侍さん、ここにいたか。心配したぞ、若い娘よ。ごめん、厄介事を持ってきちゃった。さてどうだろうな。それで何を見つけたんだ。あの男が書類を持ってる。言ってた通り大きな家にいる。大きくて卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず屋敷の中に入る必要がある。はい、入るのに2箇所見つけた。一つは北の門、もう一つは南ね。けどどちらも鍵がかけられてる。その鍵があるはず。誰が鍵を持っているか分かりそうか。はい、そこの卑しい侍よ。あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会してさらなる計画を話そう。はい、お侍さん。そう、静かに。すまない、任務のためだ。止まらない方がいいだろう。慎重に進もう。足跡をどうにかするべきだ。なんだか、誰か隠れている。一撃。バスさ、そこに我々を止められない。物音を立てずに動こう。うわ、寒い。我ながら上出来。足が冷たい。道があったと思うけど、どこだっけ。足楽しいわね。うわ、滑るわ。一人は倒せるが、二人となると拙者一人では倒せぬ。距離を。死ぬにはちょうどいい。失敗はせぬ。忍耐だ。刀を使うとしよう。慎重に進もう。
止まらない。準備はできておる。任務のためだ。寒さでは我々を止められない。嫌な風ね。簡単ね。動き続けて体を温めないと。そう、静かにね。素敵なメロディー。できるわよ。メロディー、行くわよ。し、嫌なサプライズでしょ。鳥の声。楽しいわね、小刀さん。おっと、足が冷たい。誰もいらないんでしょ。今行くわ。裏切り者ね。静かにね。抜き足。我ながら上出来。早く動くのよ。動き続けて体を温めないと。足、今行くわ。鳥の声。ワナさん、起きてね。雲の巣に足を踏み入れるってね。こそこそと。やっちまえ。ネズミで。爪が狩り中よ。我が命、上様に捧げよう。任務のために死んでもらう。雪の中を前進。隠れていよう。そこに。我らの足跡は気づかれるであろう。そうだ、今行くわ。隠れても無駄だ。うわ、寒い。誰かいるのか。一撃。ラッキーだね。人殺しめ。ここにいるのは分かってるんだ。ああ、刀を使うとしよう。
最後はあっけなかったな。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。向かっている。猫と動き続けて体を温めないと。私にもらってほっ、できるわよ。そう、静かにね。むむ、雪が鎧の中に。影様に使えるものどもと考えるか。影様って誰？影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。はい、お侍さん。共に戦うから強くなれる。足跡をどうにかするべきだ。大と小。何人たりとも生かしておけん、上様のために。狩り中よ。足が冷たい。はっ、待ってくれ。凍りそうだ。ふっ忍びみたい。抜き足。しっ、静かにね。簡単ね。雪はそこにはあるな。向かっている。嫌な雪だ。あ、面白そう。馬車、馬車。馬車が酒を北の市場へと運ぶ。私たちの向かう場所へ行きたがってるわ。中に入ってみる。いいかもしれぬな。こそこそと。早く動くのよ。すまない。いい酒だ。おとりは設置した。一撃。これには誰も抵抗できまい。我らの足跡は気づかれるであろう。これのある敵、任務のためだ。暗闇に
隠れてるのは分かっている。止まる。待てよ。動くな。茂みに隠れているのか。立ち。隠れているよ。上様。うん、素敵なメロディー。侍は寒さに負けぬ。おとりは接地撃。これには誰も抵抗できまい。忍耐だ。忍失敗はせぬ。雪の中を前進。ここに足跡が？大したことじゃないだろう。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか？一人だったの。ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。我ながら上出来。キツネが狩り中よ。今行くわ。足や裏切り者の。そこにいるんだろう。こうじゃなくてジャンプして登るの。何者かを見たのか。何を探せばいい。小刀さん、本当に敵を見たのだ。起きてよ。ふっ。忍びみたい。何もないぞ。幽霊じゃないよ。誰のだろう。油断するな。死んでるぞ。うまなく下がれ。足跡とかに何者かを見たのないぞ。滑るわ。栄光が待っておるぞ。もったいないな。一杯どうだ、トモよ。ここには誰もおらず。助けてくれ。上様のためのやり。ただのかすり。愛しの人よ。This game's fucking bullshit, I swear. なぞなぞかな。できるわよ。近道があるよ。足が冷たい。今行くわ。ゆっくりと。我ながら上出来。
栄光が待っておるぞ。雪の中を前進。慎重に進もう。したのか。確認することもない。この仕事を自然にこなせるのだな。いつも盗みをしていたのか。一人だったの。ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメ。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。静かにして、小刀さん。起きてや。今行くわ。雪は風情があるな。拙者のとっくり。もったいないな。寒さでは我々を止められない。我らの足跡は気づかれるであろう。行かないの？何に時間がかかってるんだか。痛いじゃない。そこにいるのは分かってるんだ。いいか、見つけ次第攻撃だ。ここ一帯を探すんだ。どこに。共に戦うから強くなれる。おとりは設置した。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。おい、もっさや。刀を使うとしよう。奴らを見かけたか。うまなく探せ。風切り。なんだ。向かっている。上様のための刃だ。あそこなんだ。俺見た。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。刀を使うとしよう。忍耐だ。最後はあっけなかったな。何探してるの。見つけたら情けは無用だ。追跡は得意じゃないのに。気を抜くな。幽霊じゃないよな。いるもんじゃないぞ。何もないぞ。隠れても無駄だ。本当に敵を見たのかよ。上様、ただのカス。足跡をどうにか。上様、助けてくれ。おい、足が冷たい。我ながら上出来。こそこそと鳥の声。素敵なメロディー。簡単ね。ここは立ち入り禁止だ。動く少なくいた。誰もいらないんでしょ。もう呼べにしろ。
ちゃんと動くわね。嫌なサプライズでしょ。静かにね。こそこそと。すごく。静かにね。早く動くのよ。いや、今行くわ。誰もいらないんでしょ。足跡。裏切り者ね。拙者の役目は明確だ。物音を立てずに動こう。もったいないな。向かっている。足跡をどうにかするべきだ。鳥だ。おとりは設置した。一杯どうだ友よ。刀を使うとしよう。我らの足跡は気づく、最後は上様のために。どこに引き上がった。準備いいわよ。我が命、上様に捧げようぞ。寒さでは我々を止められない。雪の中を前進。できないわ。ごめん。
断してはならぬ。拙者のとっくり。もったいないな。これには誰も手。上様のため一杯どうだ、友よ。なんだ。止まらない方がいい。用心しよう。地面から骨のある敵だ。刀なんかカモフラージュにならないぞ。ただのかすり傷だ。年の人待つのって退屈。行くわ。今行くわ。簡単ね。はっ。狐が狩り中よ。動き続けて体を温めないと。嫌な雪だ。ネズミの歯。やつを信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わらせる。我ながら上出来。見て。侍の頭の上に落ちたがってるみたい。準備はできておる。雪の中じゃ遊べないでしょ。じゃなくてジャンプして登るの。とても困る問題だ。足跡終わり次第。裏切り者ね。こそこそと。小刀さん、起きてよ。満足いただけるかと。滑るわ。そうだな。みんな。すぐに対処が必要だ。満足。
ネズミの歯。さっと。足が冷たい。裏切り者ね。しー、静かにね。準備はどうなっている？終わらせるようにいたします。ゆっくりとさ。小刀さん、起きてよ。静かに。うん？足跡か。今行くわ。何考えるぞ。やめて、お願い。うん。拙者からは逃げられんぞ。さし足。今、行くわ。早く動くのよ。とても困る問題だ。終わり次第報告いたします。嫌な雪どもだ。小刀さん、起きてよ。じゃなくて、ジャンプして登るの。今行くわ。とても困る問題だ。足が冷たい。我ながら上手に。隠れているんだろ。ここ一帯を捜索しろ。何を？蛇みたいに巻いてるわ。対処が必要だ。幽霊ではないのだぞ。死んでるぞ。いいだろう。そこが貴様の墓場だ。ネズミの歯。奴ら本当に敵を見たのかよ。見つからん。情けは無用だ。消えてしまったわけではあるまい。うん、ちゃんと動くわね。足跡か。足跡。静かにね。これは足跡か。小刀さん、起きてよ。メロディー、行くわよ。者は騙されんぞ。何もないぞ。動き続けて、体を温めないと。これは何だ。言わなく探せ。こそこそと。静かにして。うわ、滑るわ。すぐに対処が必要だ。終わらせるようにいたします。
狐が狩り中よ。さっと。道があったと思うけど。さしあし。どこだっけ。最初が必要だ。こうじゃなくて動き続けて登るの。我ながら、小刀さん、起きてよ。さっと、静かにね。なんだ、誰の足跡だ？ネズミの歯。さっと、できるわよ。ワナさん、起きてね。雲の巣に足を踏み入れるってね。今、行くわ。とても困る問題だ。手配いたします。小刀さん、起きてよ。嫌な雪だ。嫌な侍ね。なんと孤爵だ。へっ。持ち場を離れたのか。簡単ね。私にもらって。抜けが。静かにね。嫌な侍ね。ゴミ。私にもらってほしいって。この拙者を待たせるなど。滑るわ。蛇みたいに巻いてるわ。信じられるのか。さらに質問をするのが良いだろう。終わり次第報告いたします。差し足。拙者の目は騙せる。拙者の手で成敗してくれ。小刀さん。愚か者が。足が冷たい。こそこそと。嫌な侍ね。
私にもらってほしいって。鍵さんはあるけど、どれを開けるの？急いで、お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。今行くわ。そう、静かにね。やつを信じる。簡単ね。さらに質問をするのがいいだろう。さっと。なこと消えておる。どこにおる？狐が狩り中よ。そこにいるのは分かってるんだ。滑るわ。抜き足。凍りそうだ。準備はどうなっている？はい、いないようだ。今、共に戦うから強くなれる。寒さでは我々を止められない。ぼーっと立ってるんじゃないの？凍えちゃうわよ。素敵なメロディー。足足あれは何だ？うん？足跡か。小刀さん、大丈夫か？止まれ！俺を追われているぞ！侵入者だ！ひどいじゃない。ネズミの無駄なく探せ。早く動け。死んだら小刀は無用だ。そうだな。拙者のとっくり。雪の中じゃ遊べないでしょ。蛇みたいに巻いてるわ。もらうわね。動きつく。君なんかカモフラージュにならない。小型のさ、隠れても無駄だ。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。忍耐こそ最強の武器である。足跡をどうにかするべきだ。任務のためだ。失敗はせぬ。いい酒だ。もったいないな。雪の中を前進。準備いいわよ。滑るわ。もらうわね。ゆっくりと。ちゃんと動くわね。
雲の巣に足を踏み入れるってね。拙者の役目は明確だ。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。上様のための刃だ。向かって、うん、任務動かせ。スタッチ風。俺は騙されんぞ。見つけた。骨のあくはっ、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 行かないの？できるわよ。早く動くのよ。ここは立ち入り禁止だ。抜き足。手やつけてやる。足跡か。逃げようとしてるじゃない。やっちまえ。油断してはならぬ。行くわよ。蛇みたいに巻いてるわ。ネズミの歯。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。雪の中じゃ遊べないでしょ。ハヤト殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では共に次の手について話し合おう。忍耐こそ最強の武器である。忍耐だ。物音を立てずに動こう。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。任務のためだ。そこにいよう。風切り。もったいないな。上様のための刃だ。これには誰も抵抗できまい。止まらない方がいい。後で忍法。
刀を使うとしよう。最後はあっけなかったな。引退だ。失敗はせぬ。我らの足跡は気づかれるであろう。向かっている。もっと良い道があるに違いない。慎重に進もう。隠れていよう。任務のためだ。どこかにはしごはあるか。おとりは設置した。上様のために。近道を探さねばなるまい。これは無駄だ。なんで隠れてんだ。あそこで誰か俺見たんだ。向か、うん、任務のために死んでもらう。かた、うん、拙者では、うん、慎重に進め。出てくれ。誰かいる。足跡をどうにかするべきだ。寒さでは我々を止められない。物音を立てずに動こう。そこにいよう。上様のための刃だ。最後はあっけなかったな。雪の中を。引退だ。寒さでは我々を止められない。隠れていよう。足跡をど不可能だ。すげえサミラ。
配はせぬ。おとりだ。もったいないな。おとりは設置した。止まらない方がいいだろう。刀を使うとしよう。我らの足跡は任務。雪の中を全身。すまぬ、忍耐だ。拙者にはできない。無理だ。不可能だ。いい酒だ。もったいないな。上様のために。用心しよう。地面が滑りやすくなっておる。おとりだ。おとりは設置した。我らの足跡は気づかれるであろう。いい酒だ。無駄だ。上等な酒だ。一杯どうだ。すまぬ、見ない足跡だな。上様のための刃だ。失敗はせぬ。最後はあっけなかったな。向かって。なんだ今の。聞こえたぞ。一撃。拙者任務。刀を使うとしよう。見つけ次第攻撃だ。拙者では力が及ばない。物音を立てずに行くと拙者にはできない。無理だ。第一撃。幽霊じゃないよな。立ち風。用心しよう。刀のかすり傷だ。刀。年の人よ。見つけてやるからな。足跡をどうにかするべきだ。拙者にはできない。無理だ。いい酒だ。もったいないな。上様のための刃だ。一杯どうだ、友よ。拙者では。俺の仕事だ。雪の中を全部。慎重に進め。刀を使う。最後は大と。誰かいるのか。そこにいよう。どこに行ったんだ。なんだ。殺されてる。すまぬ。ただのかすり傷だ。物音を立てずに動こう。刀を使う。用心しよう。地面が滑りやすくなるためのやいだ。あれは死んでるぞ。
大将。一撃。誰かいるのか？What? They're fucking infinite fucking stupid civilian. I swear I just fucking died. Samusa では我々を止められない。もったいないな。上様のための刃だ。一杯どうだ、友よ。任務のためだ。最後。どこかにはしごはあるか。刀を使うとしよう。大将、隠れていよう。一撃。任務のために死んでもらう。刀を使うとしよう。これのある敵だ。慎重に進もう。愛しの人よ。上様のための刃だ。向かっている。上様のために止まらない方がいいだろう。向かっている。やった。雪の中を前進。よし。役人は守られていることを忘れるな。これほどの護衛とは戦えぬ。気を引く方法を探すべきであるな。ここに着くまでに二つの木の塔を見た。お侍さんなら壊せますよね。そしたら大きな音が鳴って、書類の男がきっと侍を送って何が起こったか見に来ると思う。突飛な作戦だ。試してみたいな。そうなったら書類を標的から盗むのに十分な時間があるだろう。はい、そして逃げるですよね。誰か馬車に隠れましょう。ここから出してくれる？書類の男は悪い人だよね。なら私が手をかけたい。ならぬ。危害を加えてはならぬ。上様は位の高い役人が死ぬのを好まぬ。証拠をつかむまではな。わかりました。では行くぞ、雪殿。行きましょう。忍耐だ。